はい、プレイしていきたいと思います。スライム 3K というわけでやっていきましょう。今日は、昨日どんなカード拾ったんでしたっけ。最後にこれはヘルシーな脂肪脂質、インベントリーにある食料タグのついた能力、 200HP 付与。あ、これだね、これですね、昨日拾ったの多分で。これは7秒ごとに6発の冷たい弾、まあ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 、これ脂質入れてこれ削って、 B は何入れたい、え、待って、 B は入れたいの多すぎて無理だな。 B 入れたいの多すぎだな。結局炎上やろうとして炎上失敗したんだっけ。そうっすね、炎上入ってないもんね。でこれ失敗でもう一回炎上行ってみるか。前回と同じビルドで行ってみよう。で新しいキャラは解放できてる？違う。目ん玉ピカピカデフォルトネクラメラメラ友達、次レベル9クリアだって。食料タグのついた能力4種類アクティブインベントリにある状態レベル5をクリアする。待って、俺レベル5って前回のところかよ。マジかよ、マジか、マジか。なんて4種類ないよな、多分4種類ないよね。食料ハンバーガーマークだったよね確かね。これ食料ついてない。だからないよね。これなんすよ、食料はハンバーガーっぽいマーク。1,2 これは食料扱いじゃないんだ、パッシブなんだ。ただの 1,2,3,4 いや無理だ、これはこれ無理だ。入ってればいいの、ある状態でレベル5クリアだから入ってればいいけど、そこまでレベル上がらないんで多分今は無理ですね。今は無理なんで諦めてもう一回行くか。でなんか新しい能力あったよね、これか。所持金持った状態でスタート、ボーナスダメージ、爆発ボーナスダメージ、ブーメラン3種類レベル9、このタグのついたレベル3の能力4種類をインベントリ同時に持つ。これワンチャンいけるかもね、ヒートアップ。氷タグ、ショートタグ4種類だから、ちょっと4種類はちょっとどうなるか分からんけど、まあこれ買いましょう。開業資金いいね。でこれも買っていいかな、買えるのがなかったら。125か、え、これいいじゃん。ボーナスを獲得するとスライムから燃え盛り闇の塊。あ、これいいじゃん。ウィー。よし、これでいきましょう。すべてリセットじゃないです。これで、今、俺が燃え盛るを何個持ってるかだけちょっと見たいかもね。燃えない、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 燃えない。燃える1、2、3。1,2,3,4 だ。 B まで完成させれば大丈夫そうだね。多分いけるでしょう、いけるでしょう。というわけでレッツゴー。これでいいんだっけ、おい、どっちでクリアしたんだっけ前回。丸腰で裸の人間の出番終わり、最初から原子などが出てくる。いや、ちょっとやばそう、やばそうだけど森なんでワンチャンあれっすね、なんていうの、森なんで、うわ、また買うか。
ていうか違う森なんでワンチャン火が通りやすい可能性ある。あとボーナスドロップ率上がるのがあったじゃない、あれあってもよかったな、ボーナスでこの炎の玉が出るならっていう。待って自販機出てるわ、これもボーナス、あこれもボーナス扱いなんだ、なるほどね。オッケーオッケー、じゃあこれ買う、これ買う、買っちゃっていいか。じゃあ出るの全部ボーナスだな。あちょっと食べ物だけ後回しにします。うわこれ炎上か、今じゃないな炎上はな、炎上後回しでいきます。でアップグレードしちゃおう、これも2つ買う。失敗したな炎上、炎上つか、ん俺外したっけ、外したっけ覚えてねえな、外した気がするような。でもないやボーナス外さん方が良かったな、こうこれボーナスだけで戦える可能性が出てきたっていう。まあ目ん玉から買おう、でこれも買っちゃっていいか。ショップ遠くね、移動速度速いのが救いだな。よいしょーっと、目ん玉から目ん玉買って、これ2個でいっかな。待ってどうしよう、これ買うか、そうだね買っていいよね。メンタはロックしたっけ俺今、してない気がするな、してない気がするな。あロックしてる、偉い。これで圧縮できて、メンタも買っちゃっていった、メンタから完成させるか。自販機まだ上にあるな、とりあえず回復しとく。とりあえずこれ1個買ってどうする、まあ、HP からやるか。じゃこれは一旦スルーで、どうせすぐ集まるんでね、で取ります。これかな最初からあった自販機、おでこれ買ったら合体できて HP が1200アップ、なんでこれの方が先に完成しそうだから、これロックでいきましょう。なくなりましたね。じゃあここら辺に戦いやすい場所を作るか。よいしょ、あーもうこれより上ないんだね、なるほど。ここら辺に回復を散りばめたいね。よいしょ、 OK、 ここ戦いにくいな、うわ取ろう。これでいける、 OK 完成。じゃ目玉買いに行きます。OK だね、これね、でこれも合体で、こうなったらスイカも始めちゃうか。よいしょ、よし、でボーナスの除去率も強いんで、ボーナス除去もありっちゃありかな。なんでボーナスは全部残しときたいね。炎上は置いといて、硬くなるのか、完成させるか先に。そろそろ買ってもいいのかな、今2回1だよね値段。やばくなったらボーナス取って、あの闇のやつ出すか。 HP も気にしつつ
硬くなるのと、これはなんだっけ、スイカ。スイカいらないかもな、ちょっと5ダメージ出てるか一応。ダメな、これ弱いわ。お、いいね。でこれアップグレードもしちゃおう。買います。でアップグレードしちゃいます。これ買います。でこれキープでいいかな。ちょっと燃えるのは強いんで、リングよいしょ、回復しちゃいます。10ダメージか、ちょっと微妙なのかな。火力不足が出てきてるね。火力不足気味です。なんで一回これ全部倒して、倒れないわ。自販機出てきて欲しかったんだけどな。どうしよっか。ちょっと考えた方が良さそうだな。スイカ、スイカでスイカ1になる。だスイカ、スイカ、スイカ、サマス開けとけばよくって。行って大丈夫だな。これと、これどっちがいい ?2 秒ダメージ。敵を炎上させ0.5秒ごとに2ダメージ与える。どっちがいいんだろうか。これ買うか。で、スイカ残しときます。さあ、燃えてる?燃えてるね。燃えてるんで、あ、よかった。継続ダメージ強そう、このゲーム。だいぶ燃えてるわ。オッケーオッケー、これ来たわ。このビルド正解っぽい。なんで横にいっぱい引っ張っていくか。待って、ボス早くない？え、このステージボス早くない？ちょ、待ってよ待ってよ待ってよ、聞いてない聞いてない、早いってボス。マジか。ちょっと待って、ちょっと回復取るか。回復 OK、 自販機。これは炎上取ってスイカだな。一緒か、どっちでも。でスイカレベルアップ、スイカロック、なんで炎上しまくろう。いっぱい燃やす、いっぱいいっぱい燃やしますと。うわ、こいつ敵突っ込んできやがるぞ。横方向に燃やした。うわやばい、押し付けてくる。あいつ押し付けてくる。移動速度アップが欲しい、移動速度アップが欲しい。いっぱい入れた。よし、すみません。やべえな、火力不足、火力不足だって。ジャンキジャンキ、よし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 、1個足りないな、1個足りないな、困ったな。もうこれは買うしかなくて、運に任せ回します。いや、回しても金がないから買えない。よいしょ。いや、回すやつ買っとくべきだったか、今。あったあった、ショップショップショップ。お、来た来た来た。よし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 。いいよな、これ買っちゃって。炎上4打目。これロックがいいか、とりあえず。4打目炎上でかいだろ、多分。横移動したい、横移動したい。横移動したい。回復が欲しい、回復が。うわ、敵ノックバックが欲しいな。やばい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 。HP 回復がない。え、回復を開けてくれ。回復下にある。生きていけるか、生きていけるか、生きていけるか、いけたけど、間に合わない。
待って、キャンディーよりもキャンディー取りたい、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 キャンディーよりも回復だ、これはキャンディーよりも回復だ、回復遠い遠い遠い、いやーこれ横移動したい、横移動したい、横移動したい、回復量が全然足りない、よし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 、うわよいしょ、どうどうどう、車輪、車輪の炎上回復頑張れ、しのげしのげ、最初に出した回復を食いつないで、最初に出した回復を食いつないで、やばいやばいやばい、ぶつけてくんな、もう回復がない、回復がない、上に上がるしかない、これだいぶ燃えるだろ、これだいぶ燃えるはず、だいぶ燃える、ショップショップショップ、よし大炎上、ロック、うわ死んだわ、悔しい、いい線いったのにな、何これ、ピュンピュンピュン、レーザーかっこいいな、このレーザー単体の敵をターゲットにする、クルダウン3秒、ダメージ50、なるほどな、初期の敵除去用って感じだね何が良かった、何が悪かった、スイカの代わりにボーナスドロップいってみるか、貫通はしないよな、貫通書いてないもんな、だまともな火力がなかったのが悪いよな、 1200HP あっても回復量は一緒なので意味がない、火力にしよう、 HP 全開まで持っていかないとこれ意味がないんで、どっちがいいのかな、これとゾンビ軍かピュンピュンピュンか、ピュンピュンピュンにしてみるか、スイカ、スイカ切ってカバンにラックにしてみようかな、ちょっとでラックのこれ、あ、20か。変えないわ。20だったわ。基礎 HP。財閥。スライムボールの爆発ってなんだっけ。回復ボーナス回復量。250。250だな。これで回復量増えたんで、だいぶやりやすいでしょう。で、とりあえずやってレベル上がった、目ん玉ボールとピュンピュンピュン、ピュンピュンピュン弱そうだな、貫通してるか、いやでも単体って言ってるから貫通しないんだよな、多分もしかして、あ、ピュンピュンピュン、もしかしてビームかダメだ、打った瞬間にあれだわ、判定だわ、よいしょ、これとボーナス買っとこう、ピュンピュンはいいや、買っといてもいいか、今2ゴールドなんで、よいしょ、防御力はいいや、今はピュンピュンピュン、あ、やったか、俺やったか、まあまあいいや、
ックとクイックかな。防御力先取っといた方がいいのかな。多分大丈夫だよな。ピン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 、いらんかったな。いるのか。いや強いかもしれん、強いかも。とりあえず目ん玉、目ん玉スペース的にはあるよな。うん、これでいいや。とりあえず今100でワンパッキルできてるんでいいでしょう。よいしょ、目ん玉目ん玉これロックでいくかな。ピンピンピン、レベル上がるもんね。こいつに合体されるんでいいでしょう。スペースを取らないという意味で、買います。でかな。お、買い物1個逃してるらしい俺どうやら。よいしょ、目ん玉完成した？あ、完成したね。じゃあ次はこれ目指していくか。 OK。 以上。100ダメージ強えな。よいしょ、横移動かな。横移動したいよね。だからファイヤーが横移動あんま向いてねえな、あの車輪みたいなやつ。このマップが横に続いてるマップだったらありだったかもしんない。とりあえずこれ買ってみて、あ、完成した。じゃあこれロックしなくていいか。まあロックでいいか。レーザーはこれワンチャン、あ、ないか。これレーザーか、手動の。これ変えましょう。よいしょ、これ買います。でこの運ゲーから買ってきます。俺はあと2回であれっすね、アップグレード。ピンピンしてるんで、ピンピン早いな。よし、だいぶピンピン強いのでは。アーマーも買うか。じゃあアーマーも買っていきます。で次で進化かな。敵が増えてきたらこのこれも取りましょうか。ここってあんま良くないな、狭いな。じゃあ後に逃げ込むか。いやだったら忘れそうだからちょっと取っとくか先に。よいしょ、これ買います。買っちゃうか、1個になるし。あれ待って、燃えてる。なんで燃えるスキルないはずなの俺。ん、何のスキルで燃えてんだ。やっぱこの悪魔のやつかな。これで燃えてんのか、なるほど。ショップ右下になるわ。であれ取ってからがいいかな。よいしょ、 OK。 これ1個取ることによって進化して、この炎上が進化して、これラックが取れると。でアップグレード OK。これで燃えて、まあラッキーボックスからかな。と炎上っすね、炎上優先しよう。意外と
燃えることが分かってるんで。よし、ピュンピュン、回復取らんとやべえな。ちょっと寄せつけて、ボスだ、あんまりか、ボス出てきちゃった。よいしょ、回復。うわ、減り方やべえな、減り方やべえな。俺の HP の減り方やべえな。防御早く取っとくべきだったわ。しまったわ。ラック、金は7、これと防御で取ります。とりあえず燃える。防御伸ばしたいね。とりあえず回復して、回復して、あ、スピードアップがある。よし、あ、なるほど、これギリギリであれ取ればいいな。そうだな、ギリギリでこれ、ここをこんな感じに回れば敵を引っ掛けれるわ。ちょっといいね。 OKOKOK で、これで加速してショップ。炎上買うか。炎上、炎上、これ2個買っていくか。6でいいや。で、取って、これも取って、これも取って、これも、これも取って、よいしょ。おお、まさかの。ロックロックでいっか。で、次1個でも引ければ進化するよね。オッケーオッケー。回復がある。隙間入れない。くぅ。今のはだいぶやったな。今のはだいぶやりましたね。オッケー。だいぶ燃やしてる。ショップ、これで進化できそう。 OK で、これロック、よいしょ。燃やして燃やして。痛い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 。加速、キャンディーからの、キャンディーからの、キャンディー、キャンディー良くないな、キャンディー良くない、キャンディー囲まれるわ。キャンディーのモーションが、うわ、ショッパンのとこに開いちゃった。最悪だ、最悪だ。お、いけるか、いけるか。よし、ショップ、これ買えるか。369で買えるか。よしよしよし、ロケランも来た。今炎2種類、これ炎3種類狙えるか。キャンディーはする、キャンディーする。キャンディー50ダメージなんで。あ、やばい、上から回ってきてる。でけ多すぎる。ショップ、お、3種類来た。これで3種類やな。これキープしとこう、1個。これもキープでいくか。まあ、どれでも進化できそうだね、一回は。回復、回復優先。やべやべやべ。頑張れ頑張れ。ロケラン頑張れ。いいぞいいぞいいぞ。敵減らせてきてるんじゃない？どうだ？減らせてるか。怪しいな、怪しいな。ちょ、やばい、変なとこに入ってきた。変なところに入り込んできちゃった。あまり良くない。
あ、回復ありがてえ。うわやばい、囲まれ囲まれ囲まれる。なんだっけ、あ、これで一応レベル上がって、レベル上がって、オッケー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 、だいぶやりやすくなってるはず、だいぶやりやすくなってるはず。無理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 で回復がないな。回復ください、回復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 。よし、うん、キャンディはいらない、キャンディいらない。よしよしよし、回復、ショップ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 、よし。これロケラン進化優先っすね。ロケラン進化されましょう。これどんな感じ今。2秒の10ダメージ、取り抜けたのに10ダメージ、10ダメージの回るやつ。何進化させた、回るやつ優先した方が良さそうだな。回るやつでいきます。ビルドはよしよしよし、耐えろ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 、回復回復回復まで回復まで、よし回復。やばいやばい、シュル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 、キャンディー絶対取らない、キャンディー絶対取らない、囲まれる、やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう。これいきます、回しても3つ取れる、ワンチャンいける。うわワンチャン外した、ワンチャン外した。なんボス倒してるんじゃねこれ、これボス倒してる可能性あるけど、俺 185HP なんだけど、死ぬんだけど、嫌なんですけどそれ。次ロケランでいっか、間に合うか。うわ間に合わなかったいやでもさ、いけたんじゃない、いけたよね多分ね。4種類じゃなかったっけ、ファイヤー、ファイヤーのレベル2が4種類とかだった。メインメニューで頭冷やす、メインメニューで頭冷やす言うてるやん、アップグレード違う、うわレベル3の能力王だ、レベル3の能力王だ、くそセットが短すぎたね今のところ。今何と何持ってたっけ、1234だから、惜しかったな惜しかったな。レベル1にファイヤーがもう1個あればな、いいないもんな。でも勝てたらよかったわ。もう一回このビルドで行ってみるか、何買う、回復か、17微妙、金も微妙、アーマー欲しい、基礎 HP、 いやこれアップグレードしないと多分勝てねえな、爆発じゃないんだけどな、爆発取るか、よし行きましょう。目ん玉じゃないギアするんだよな。デスナイト。レベル10で終わりだったりして一旦。あ、ショップ来た。可能性あるよな。お、ラッキー。よし、初期から金持ってるの強いな。ビームついよこいつ、こいつ防御力あるぞ。え待って、一気に難易度上がりすぎじゃねここ。待って1分で敵出てくるけん、ボスダンジョンって感じこれ、もしかして
ボスダンジョンって感じですね。じゃあこれでいこう。あんまいらないだろ。だ 最短で効果力出すのが大事そうだな。ラックが大事だと思う。よしよしよし。ビーム絶対、目玉も増やす。これあってもいいか。ビーム絶対、ビーム保管、目玉も保管でいっか。レベル2はいいのめったなかった気がするんだよ、これ。369。じゃあ、目玉あげるか。よし。よしよしよし。そう、Cランクはいいのがないんで、今、頑張ってあげる必要がないっていうね。炎上か、炎上ありだな。炎上1個入れるのもありだな。炎上1個ありっすね。炎上1個ありだな。炎上買っちゃう、買っちゃいます。よしよし。で、ビームが進化する、これ。やったわ。やったわ。やっぱ炎上1回払うわ。なんて計算しなかったんだ。OK。これで、ラック買うか、ラック。ラック買って、目ん玉買って、こいつ買うか。ショップ出まくる。炎上買う。ボスラッシュだな、ボスラッシュ。ボスラッシュ面白。これでラック買うか。これあれだったな、豚ちゃんだったな。こんなにボスラッシュ来るんだったら。ロック。レーザーはあってよかったね、ボスラッシュ時に。DPS 的にはどうなんだ。これさっきのボスじゃん。ラックラック行っていいね、行っていいね。これロックで、で炎上か。まあ3つあればいいだろう。これやばい、俺やばい、俺防御力がない。やばい、やったかも、やったかも。ここで引っ掛けれるか。いや、あいつ移動速度速えな。あー危ない、移動速度は速い。やばい、4しかないライフが。きっつ、これあれっすね。これ殴られたらよくないな。これこれ、これダメっすね。これ自然回復系とか、なんか回復系とか HP を多くするとか、アーマー、うーん。ちょっと試しにこれ切って、これ出してみるか。金回した方がいいな。うん、敵の数が少ないんで、このボーナスはほぼ無意味。よし、これでいってみよう。もう一回連、移動速度はね当たりだと思う。
相性がいい。でレーザーも相性がいい。で一匹一匹にダメージを受けないように気をつけないといけない。引っ掛けれてたね今の。ここにこの遠距離攻撃非常に気をつけて行動しましょう。避けて避けて避けた避けた避けた。うふ、こいつ移動速度速い。いいっすねいいっすねいいっすね。ゾンビ仕事してるぞ。非常にいいゾンビ。え、超強くない？一気に一気になんか話変わりましたぐらいにめっちゃ緩くなってない？でこれ売ります。クラゲます。豚買います。豚売ります。で全部買います。あんまいらないです、炎上部いらんかったかな。買います。いや炎上必要だな。買います。これ買います。進化する。 OKOK 完成。ビームかショップ。豚絶対買います。どうしよう、ゾンビでいっか。じゃあこれロックして。オッケーオッケー。え、ゾンビめっちゃ仕事しとるけん。で次ビームで豚を売ります。え、ゾンビ優秀すぎん？めっちゃ足止め頑張ってるわ。炎上を買います。豚買います先に。で炎上買います。 OK。 で豚売ります。どうなの豚、13になるんだよね。369101112134増えるから1ゴールドだけ、1ゴールドとか1だけ儲かんのか。合体した方がありかな。買うか。よし OK。 超強。豚売ります。ファイヤー、ファイヤー。これ上げちゃっていいか。実質新しいショップ開いたのと同じぐらいだもんね今のな。よし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 。 OK、 はめた、はめたわ。でこれとでこれ売って炎上買って、今スルーでいいよな。こいつまで倒したらショップ回しまくるか。リストックでこれも買いましょう、ついでなんで。でファイヤー買いまくって、回していくか。でこれ豚買う意味なくって、ファイヤー買って、あ豚買ってもよかったか。いいや、とりあえずこれロックして。豚はもうスルーでいいぞいいぞ。やべやべやべ、
ゾンビ頑張れ、ゾンビ頑張れ、あなたならいける、あなたならいける。ゾンビめっちゃ仕事する。これ勝てるやん、余裕で、余裕で勝てますな、余裕で勝てますな、これボス。ただ問題はファイヤー全部は無理そうだね、金が足んなさそう。だから3個で1じゃん、3個で1なのに、3の9で1、9でレベル2、9、3、9、27で上がる？合ってるよね。ああ、俺敵揃えたいけど、いや、あいつ引っかかってくれてるおかげでゾンビこいつら2体の相手してればいいから、しゃあないな、これはもう、これはもうこれでいくしかないわ。このまま倒しましょう、ハメ殺しみたいな感じ。ショップ行きたい。とこれ売ります、買います。まあ豚買います、豚買います。でこれは買います。で豚売ります。これ豚買うスペースないんで、くっそー、まだ邪魔だ。いやでも金足んないよな、頑張っていくしかねえよな。これでスペース、ファイヤーはキープだな。あと3個車輪、3つ車輪でどうにかなる。待て待て待て、ゲームが終わる前にレベル上げきらんと。よし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 、豚買ってもいいな、これ よし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 、よし、じゃあこれ優先するか。ロックして回そう。よし、こっちで行こう、こっち路線で行きます。間に合った間に合った。いやこれ全部回収無理だな、もう終わるよな。うわー終わっちゃった。お、報酬間に合う可能性あったのかな。なんか強そう、マシンガンより優れてるものといえば手裏剣を撃つマシンガン、クルタウン10秒、ダメージ3、めっちゃ撃つんだろうな。今のステージ悔しいな。間に合うのか、間に合わねえよな。3区27、いやよかったと思う、 B は捨ててよかったと思う。何をするかっつったら、豚をもうちょっと効率よく回しまくるべきだったのかもしれない。豚をもっと信用すればどうにかなってたのかも。でアーマーを切って、アサルトライフルとかでボス出る段階までにあいつ倒してたらちょっと話変わってた可能性あるよね。もう一回やってみる？もう一回まで、今日次の面やるのは多分厳しいと思うんで、
もう一回までちょっとビルド組み直してやってみるか。ファイヤーないもんな。だからクリアできるのも確実なんで、目指すはどうにかあいつをクリだよね、7だよね。よし、なんでこれで豚ちゃんを買いまくっていこう。豚ちゃんローリング作戦で、よいしょ。待て、ああ殴られた。ノーダメクリアできてたのに、さっき最初にゾンビが来なかったがために。ゾンビ来た。ゾンビ絶対大事、一番大事。豚ちゃん売る。よし、オッケー。あ、ダダダがある。ダダダもいいね、買っちゃおっか。まずゾンビで豚売るで豚を買う。よし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 、めっちゃ強い。ゾンビ両方買っちゃうかも。で豚を売る。ゾンビ目玉も買っちゃっていいか。ファイヤーは買っとくべきなのか。買っといてもいいかな。スペース余裕ないかもしれんけど。でファイヤーが進化できる時だけ買おう。残りのファイヤーは。ゾンビゾンビ、あー目玉は買ってもいいけど、ゾンビブレード目玉でいっか。いやビーム2本でもいいのかな。ビーム2本でビーム進化リーチでいっか。あーびっくりした、目玉が返ってきてるだけだったわ。よしよしよし、これで OK、 ビーム完成で、目玉あと1個で完成だから、ゾンビ買ってても大丈夫だな。よしよしよし、おっとこれは買って、多分来るんで回しちゃおう。よし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 。枝豆買って、これを購入しよう。これロックで。豚は、まあ、ロックでもいいか。豚を売ってこれ買ってこれも買って買っていこう。おーい、38くらった。キャベツキャベツ弱かったわ。で豚売って豚買って炎上買って終わり。よいしょ。で豚売って豚買って炎上買ってダダダ買って終わり。で豚売って豚買ってダダダ買っていくか。炎上とダダダ買って終わり。
で足らなかったら進化して合体できるね。で豚打って豚買って炎上買って炎上買って終わり。ショップの位置悪っ、ショップの位置悪っ。ボスはいつった。よし、歌う売らないで買っちゃおう。じゃあ豚売って買うわ。よし、アップグレード買うか買わないかっていう、買わなくていいよね、次買おう。そしたらいっぱい買えるんでまとめて、どっちか、どっち倒す。ボスが来ないぞ。でけえのからやろっか。本当は足速いのかやりたいところではあるが、どっちがいいんだろう。つか炎上取る必要ある。あー炎上レベルマックスを目指してるからあるか。ちょうどボス来ないのマジありがてえ。よしよしよし、そしたらこいつら先に倒せそうだ。オッケー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 。これはブタじゃん、買うか。金足んないじゃん。あ売っても3だ。アップグレードしてブタしか出ていこう。ファロタじゃあロックするわ。いくら一部だ。うわ足りないな金が。あと2。いやーマックス豚作りて。ちょマックス豚作る方向でいくか。今から自販機で絶対足りないんでマックス豚作る方向でいきます。もうこれ売ります、諦めて。マックス豚きた。42で売ることができるんだって。369サンク27 27ゴールドが42ゴールドになってる。あじゃあ豚作った方がお得だな。27が42ってことは30だから15ゴールド増えてる。ありかもしんない。15ゴールド増えてる。もしかしてありなのか、果たしてありなのか。もしかしてこのおかげで作れたりする。作れないよな、絶対作れないよな。作れるわけがないと思う。豚だって27ゴールドかかるわけじゃん、豚作るのに。無理だよ。もう一豚作れたりする、もしかして。無理だよな。369二豚しか作れねえよな。あ無理だよ無理だよ無理だよ、金戻して無理だよ。一豚買うか。一豚買ってチャラ無理だ。うん無理だ。動き出しちゃったぞ敵が。せっかく引っ掛けてたのに。
りあえずこいつから倒そう。ボスが順調に削れていっちゃってる。こいつから倒せばどうにかなるかな。引っ掛けてて、豚ちゃんをもうちょい早くから回せばいけてたか。今っていけるかも。え、これいけるかもしんない。え、これいけるんじゃね。こんなに出たらいけるだろさすがに。で、豚ちゃんレベル3売ります。で、ここであえて豚買いに行く。で、豚買います。で、もう一回まで豚買いに行く。これで豚多分足りるようなスペース。スペースどうなってるか見とけばよかった。で、2個買えるね。2個買えるんで、この次、あ、失敗した。豚完成してない。やったわ俺、やったわ。今のは最大のやらかしですね。で、もう買って濃縮しとく。で、一旦これで売る。で、ファイヤー作る。で、豚完成させて、オッケー。で、ファイヤー買う。違う、スペースわからんから今これでいけるか。オッケー。で、次がこれ狙うか。これ全部買っちゃっていいか。いいよな。で、これも買っちゃってよくって。オッケー。いけるぞ、これ。OK、間に合う。待って、どうすればいいか考えて。買って回して売ればいいよね。オッケー。買ってで回してから、うわやば、これ売ると。で、リストックして豚を買って、うわっ、あ、溢れてもいけるんだこれ。なるほど。で、どうしようか。アップグレードしたら次のやつが出てくるじゃん。ってことは豚が非常に集めにくくなるんで、ショップまだ3つあるから最低でも。でもボスが死にそうだな。
とりあえず豚をあと2回ぐらいやって、よし、打って回して、これで打って、やべ、金がぶっ壊れてるわ。 OK で、ショップ行って、でこのショップまでやって、次のショップでレベル上げて本番行くか。よし、でアップデート、次のショップでレベル上げて、次のレベルのあれだけを目指します。いけるかな、4つのスペースで無理じゃね。いや多分無理だな。1,2,3,4 だから一応開放できてんのかな。開放できてる気がすんな。もしかしてさ、レベルしてやったっけ、あれレベルしてやった気がすんな。これでこれやって、うわまだレベルないじゃん、終わった。どれ行く、ファイヤー、食料闇ファイヤー、あこれやってみたいよ、これでいっか、これ買う、これ買う、回す、うわー邪魔だ、でも多分金足りるからいける、またスペースの問題だと思う。おーレベル3来た。でどうするかっつったら、これを買って、くっそあと1個金足んねえな、これ完成させるの多分。リストックしてどうするべき、4% なんですよ。いやこれは買うしかねえな、これ買って、でで買うじゃん、買うじゃん、リストックで3つ出れば俺の勝ち、そうだよね、これで俺の勝ちだよね、でもこれ売っていいよね、合ってる、合ってるよな、 OK、 やばやば、超強、財力、財力バネ1,2,3,4,5,6,7,8,9、 うわ溢れちゃってる。じゃあこれも1個切ります、ピンピンピン、これこれ切ります、ダダダ切ります、トゥイーン、ファイヤーファイヤー、超強、タラーンだわ、そりゃそりゃタラーンなるわ、何も報酬なかったということで、メインメニューで頭を冷やすで、解放された。このタグのついた能力のダメージを増加させるか、思ったより微妙だったね。でもまあいいんじゃないでしょうか。というわけで、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。次回ちょっとなんかやっていきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。政治家でした。